6日から9日に第4回熊本ボランティアを実施します。ボランティアをするにあたって大学生が中心となって支援をするため経済的な協力が必要です。直接熊本へ行きたいけど行けない方、熊本に対して経済的に支援したい方はぜひこちらまで支援金をお寄せください。また、ワトボランティアチームからのアレスです。9月11日の5時からワトとキックオフミーティングが行われます。会場はここ名古屋インターンシップレジェンドホールです。そのミーティングの中では全てのワトとに携わる世代が集まって具体的な話をして士気を上げていきます。ワトボランティアではまだ多くのボランティアを募集しています。ぜひ参加してください。お待ちしております。男のみんな、9月終わりリアルメンカンファレンスがあるぞ。今年のテーマはなんと The Anchor 未来。これは男による男ダメの男のカンファレンス。男のプライドの話、父親の話、そして男ならオープンになって話そうぜ。ハワイのアライズチャーチからゲスト男牧師パスター・アイバンが来てくれるぞ。最高の男のカンファレンス、来なかったら男じゃないぜ。バチコイ。9月10日土曜日に女性のためのローズカンファレンスがあります。 On the same day, September 10th, we have a conference for women, the Rose Conference. ストレッチブースやネイルブース、アクセサリー作りを体験することができます。 There will be lots of booths where you can try different things, such as stretching exercises, manicures, and making accessories.外見の美しさだけではなく、内面からの美しさがどんなものかを知ることができる女性のためのメッセージがあります。And it's not just about outer beauty, but there will also be special messages for women talking about inner beauty. ありのままで自分らしく輝く女性を目指しませんか? Let's learn how to shine as a woman just the way you are. ドレスコードは初めてのデートコーデ。The dress code is what you would wear on your first date.女性の皆さん、お待ちしてます。 We hope you can come. 次のアナウンスです。毎週水曜日の7時半からはウェンズデーナイトジャッジがあります。テーマは This is Real 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 Love。 一人の人を愛し抜くということ、恋愛のビジョンの勝ち取り方など、本物の愛についてたくさん学ぶことができます。メッセージを通してリアルラブを一緒に獲得していきましょう。バイバイ。コメディアワーがエリング、あんな方やこんな方がコントをスリング、ぜひ赤信号、そして楽しんご赤信号、ぜひ赤信号楽しんご。